こんにちは、シュウです。今回もマリオやっていこうかなと思います。ワールド6だね。チョロボン炭鉱、いや私今日ね大発見したんだよね。セグは巨石スクか。この時代にも巨石スクってあるんだっけ。大発見して何、うわ見て右下、うわ上がってきてる。え気持ち悪い。え普通に無理なんですけど。うわ来たね。なんか金とか目に見えるとこんな感じなんじゃない。みんな金目に見えるメガネとかあったら買う、その雑菌とか。私前動画で話したから、なんか携帯ってそのなんていうんだっけ、なんか便所よりもなんか金があるって言われてるよね。うわ上にあるし、あるって言われてるよねみたいなこと言ったんだよね。うわやばい、こっちからだ、早く早く早くこと言ったんだけど、その金が見えるメガネあったらみんなどう。だからリアルこんな感じの黒いのが見える。私やだな、なんか知らない方が幸せだったみたいなこともあんじゃん。なんで私は金が見えるメガネ買っても現実逃避して生きてくね。さすがにあれやべえ、みんな来すぎ、ちょテンション高すぎ。待ってこれ急いでいくわ。はいこれ叩きます。はいクリちゃんごめんね、クリちゃん叩きます。いやーすげえ、カノンの復活のシーンこんな感じだっけ。ちょっとねパートの時間空いちゃったもんね。やべえやべえやべえ、やってた、いける、私呪文信じて。きたー、2020オリンピックシューゲームズ参戦。嘘、ごめんなさい、やべえ。はい、オリンピックどうなっちゃうんだよね、どうなっちゃうんだろうね。なんかそこに合わせて標準とかすげえ合わせてる人絶対めちゃめちゃいるよね。うわーこれどうしよう、待つか。金来てるもんね、金来てるから。マジ私これ無理だな、やばい、入ろう。冷静冷静、すごい冷静。はい冷静、はい冷静、はい冷静、オッケー。これもゴールよね、スタンプ3つ集めの。いやこれ見ようか、金が来る瞬間見ようか。いやうん、おここ怪しい、決め、マジこれ、こういうのなんて言うんだっけ、なんとか恐怖症あるよね、細かいの苦手な人。なんだっけ、あ集合体恐怖症だっけ。私は別にあれあんまよくわかんないんだけど、ああいうのってなんだっけ、それ結構集まってるのが苦手なことを言うんでしたっけ。 OK、 だから今のチョロボンだっけ、あれマジ私やだね。よし次ここ行きます。わーこれ風吹いてくるやつか。で私今日大発見して、結構マジの大発見ね。私は数年間探しても見つからなかったものだね。何かわかります？まあ、数年間探してって言ってちゃんと探したことは一回もなかったんだけど、まあ、軽くパラッと探して見つからなかったんだけど、それが今日見つかったね。何かっていうと靴下。いや嘘嘘、ほんとほんとそんなしょうもないやつじゃなくてちゃんとガチなやつね。何かわかります？何かっていうと、言っていいですか、銀の再生ボタンの申請リストだね。申請リスト、申請、これどうやっていくんだ。あ普通にいけるんだ。銀の再生ボタンの、その申請のボタンついに見つけた。私銀の再生ボタンってあの登録者10万人でしたっけ。あこれかぶれんじゃんかったっけ。10万人いくとその申請できてもらえるようになるんだけど、私それ持ってなくて、それのゲットの仕方がいまいち分かってなかったんだよね。それがようやく私そのボタン見つけたね。ことによりいつでも申請できるようになった。これ靴動きにくいな、降りていいかな、これ靴必要とかあるかな。いやただ私申請ボタン見つけたんだけど申請はしなかったね。なんか申請ボタンポチッと押したんだよ。うわこれブレスオブザワイルドくんじゃん。こいつの名前なんて言うんだろう、ソフトクリームくんかな。待ってこれ上になんかあるな、うわあるな、ちょ待って一回ソフトクリームくんの風避けます。いけっかな一発で。はい、やばいやばいやばい、おっけ激アツ。いやソフトクリームくんめっちゃいる、これいける一回で。行きます私、やばい、わよかったピーチで、よかった。そうついに見つけて、いや嬉しいね。これで私いつでも銀の再生ボタンをゲットできる体になっちまって。これなんだ、お遠いなゴール。お見て目の前にあるある、わーこれブーツ履くんだな、ブーツ履いて、いやこれ2つ履けないんだね、2つ履いていけるみたいな感じなんだね。おお激アツ、ここだよね絶対に。うわーこれむずそう、入ります。これマリオメーカーで追加してほしくない、このギミック。やばい最初ちょっと遅かったから、いける、オッケー激アツだね。おえ今鼻かいてたけど、あれこれ取ったら強制的に戻るんじゃなかったっけ。はい取ります、ほら戻るじゃん強制的に、うわ不正だ、まあ許しましょう、いいでしょ。でここにあったな、おーっとっとっと、
あれどうやって取るんだ。これ風上から下かな、下から上かな。どっちだ、下から出てるかな。でも壁キックでいけんじゃない。はい、うわー、なるほど、これ下から上だね。なんで取って冬、オッケー、これピーチでよかったわ。ピーチじゃなかったら結構難易度高いんじゃないかな。うーわ、待って、このソフトクリームくん割と強キャラで、こいつの動きがいまいちわかんないんだけど、こいつ不規則なのかな。うーわ、ちょっとむずいね。このソフトクリームくんと壁山のコンボがやばいな。ザ・ウォールがやばい。オッケー、あぶねむずすぎ、マジでむず。オッケー、ゴールじゃないかな、ここ割れば。あ、スタンプも取って、わあ、オッケー、ゴールだ、嬉しい。こいつ踏んで倒せそうだけどね、なんか踏んで倒せそうじゃない。さあ、いける、よしよし、今日ワールドロックのボス、この左のガ助けて終わろうかなと思います。クッパ軍のボム兵戦車、さっきねツイッター見たら、なんかねトレンド何位かにシャトルランってあって、で見たらなんかシャトルランの記事とか書いてあって、なんか長友佑都選手知ってます、あのサッカーの。これ下いける、いや、いけないな、いけないな、絶対いけないな、ちょ長友佑都選手がシャトルラン320ぐらいっていう記事見つけて、いやさすがに嘘だろうと思って、で調べたら、いや、やっぱ多分嘘っぽいね。具体的な嘘っていうか、なんか都市伝説的な感じだよね。具体的なあれは出てこなかった。シャトルラン300はさすがにやばい。これ何、これ爆弾で、おお、ないか、あー、ないか、今ここの中にあるんじゃねえかな。うわー、この爆弾使うな、多分どっかで。なんで持ってった方がいい。あ、これヒットドロップだね。あ、これあれだよね、マリオメーカーにもあるギミックだよね。渡っちゃっていいかな。はい、シャトルランも平均も出てたね。ちょ、見てみようか、シャトルランの平均。お、あ、これ一気に点火できますよみたいな感じじゃない。はい、はい、はい、おお、次あったし。これ爆弾だからできたのかな。シャトルランのね、平均がね、どれぐらいだっけ、ちょ、見ます。ちょ、今携帯開きながら見てたわ。男子高校生の平均が84回だって。で、女子が45回みたいな。84超えれば OK なんだね。OK っていうか平均以上なんだね。84って結構高くない？うわー、そっち行きてえな。いや、そっちあるかな。いや、こっちにかけようか。いや、どうだろう。もう取り逃してる説が濃厚だな。なんか学年トップでどれぐらいだろう。私のイメージだと、140とか行く人行くんじゃない？いや、だからそう考えると300は嘘だよね。長友選手は結構体力あるみたいな感じだけど、さすがに300は無理。あ、待って、これ爆弾欲しいな。いや、待って、これ持ってくんじゃないかな。行け！うわ、ねえか。うわ、ないのか。今絶対これだなと。やばい、このちっちゃい状態はマジ。おーっと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 。うわ、3個目！私どこで逃したんだ？ミスなく来てたっていうか、あのファイヤーブラワー強すぎ。ハワイアブロスか。はい。はい、このね、四角から行くよ、四角。さあ、うーわ。いや、でもこれ持ってこれる場所あった？ボム兵。ボム兵すぐ点火しちゃうよね。どうやって持ってくればよかったんだろう。たぶん、これ全然負けるな。ブンブンでしょう。これ結構距離感難しいんだよね、3D の。いや、これはもう、待つ。こいつ待てばひるんだ気がする。浅田真央スペシャルの限界。いや、これもうすごいね。31アクセルぐらいやってるね。うわ、31食いて、夏。え？あれ、ブンブンって分身能力持ってたっけ？なんか、プンプンのお箱じゃない？それ。やべ！お、すげえ！初めて見た、ブンブンの変身。てか、ちょっとなんか、どうせなら見たかったんだ、どんな感じになるか。あれ、中から出てきたのかな？オッケー、ゴールだね。さあ、皆さん、妖精さん助けました。そう、これ、なんか、ガじゃなくて妖精らしいね。妖精さん、うわ、ワールドだなってなんだろう。ワールド8はもうマグマのイメージね。で、ワールド3、4に海のステージ。で、ジャングルステージみたいな。って私のイメージだね。ワールド7ってなんだっけ？全然わかんないな。もうなんで、ワールド7行く前になんかあるな。うわ、ちょっとした中ボス的な感じかな。ワールド7って何のコースだっけ？基本的にマリオ全然思いつかないな。よし、ここやって終わろう。なんか今シャトルランやっぱ見てたら、ボス分裂、うわ、ボス分裂すんだろうね。すげえ私でもわかるわ。
多分ボスが分裂、あぶねまあこれアイテム、いやさすがにね、おあボス分裂の前に周分裂してるの、おお次なんか、え、なんでなんで今降りてきたんだ、私別に下押すボタン押して、うわかわいいね、やばい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 、あーちょっと2人で乗って作動するようになってんだ、来た周分裂ね、でかくなってないのが私の中で気になるな、降ります、どんなボスだ、ごえー、初めて見た、何こいつ、おうわ面白い、メタリック感すごい、ね、こいつ何しても効かなそうだけどね、ジャンプしても何やってもダメージ飛んなそうだけど、これどうやって やばすぎ、あ本体が出るんだ、で私3人になると、オッケーオッケー、面白いこのボス、初めてやる、なんかシャトルランガチ勢とかいんのかな、来た次の大工シャトルランみたいな、まあ、でも中にはいんのか、これ食らうダメージ、食らってる私、お、でも一人減ってる、やばいやばい、あいつ足速い、お前シャトルランガチ勢だろ、オッケーオッケーオッケー、チェリー取りに戻ろう、チェリーある、あーなんか あるわ、さあ避けます、シャトルランあれね、最後の一人になるとみんな見てるんだよね、まあ、最後の二人でもいいけど最後の三人とかみんなの注目を浴びながら走ってんだよね、あれやっぱ優越感なのかな、それとも来たー、4人来ました、私面白かったこのボス、うわ激アツ、しかも4人ちょうど何がちょうどか分かんないけどちょうど残ってるしね、さあ入ります、これゴールあったっけ、おある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 、うわマリオ1郎2郎3郎4郎全員でゴールしたいね、わしか見てみんな歩幅合わせてる、かわいいな、いきます、はい、わこれね列、うわ難しいな、幼稚園の先生の気持ちがちょっとわかるね、みんなの列を崩さないようにするのがすごい、いきます、はい、おお、いやこのボス面白かったね、やっぱ初めてやるボスって面白くない、さあ、お溶岩、お溶岩、え、なんか溶岩だね、え、これワールド8までじゃないのかな、え、もし私これ最終ワールド、ワールド7ってマリオって基本的にワールド8が私の中で最終ラウンドのイメージだったけど、おお最後っぽい、なんか嬉しいわここまで来れて、よし今日これやって終わろうか、いや私最近ねペーパーマリオやってたんだけど、みんなどっち好き、ペーパーマリオとこの普通のマリオ、うわーこれはこう上からでいいかな、上から踏みます、なんかねペーパーマリオはすげえいいんだ、何がいいかっていうと私はほとんどやったことなくて新鮮ですごい楽しいね、これだってもう私、まあ、マリオ攻略 TV の力が割と出て、いやあいつやば、いけ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 、数の暴力、オッケー倒しのだね、あれだね、そのペーパーマリオ喋る量が多いんだよね、音読だから、わあこれ、わあ待ってこれ食らうな、これリバレル、あリバレルよし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 、リバースのことね、オッケー激アツだから自分で適当に喋るならこっちの方がいいね、なんかねペーパーマリオだとなんかオリビアっていうねマリオのなんか親戚みたいなキャラが出てくるんだよね、でそいつがすごく喋るんだよ、だからうーわこれどっち行くの、あれこれ行く場所なくない、全員倒したらみたいな、おおすげえ、あんまり見ない全員倒したらギミック、今回のマリオ意外とね全員倒したら多いんだよねこのシリーズ、わーこれ上にもあるだろうなきっと、オッケー、これ絶対左側にあるわ、うわこの青い炎いいね、メガリザードン彷彿とさせるね、んあーなるほどね、こうかな、赤にしてやばい、青にして赤にしてで青赤にして、オッケー難しかったわ、はい取って戻ります、うわなんかすげえなこれ、目が若干疲れそうな色、やぶねギリギリいけた、うわこれ下注意しと、いやどうしよう下見ようか、下見の、うわこれどっちから、おーいいねファイヤー熱、結構ファイヤー、あぶね結構ファイヤーくれるね、いい数の暴力、やべ入っちゃった、あーでもいけた、さあこいつら確かね1体踏むとね暴れ出すんだよね全員で、なそのためのこれだろうね、これで一気に相殺してくださいみたいな、オッケー入ります、うわグラフィック超綺麗じゃない、うわしかもファイヤーも青なんだ、この青ファイヤー私初めて見た、うわこれもあれじゃないかな、全員倒いて全員倒したらき、おお、あのファイヤープロスが本体なんだね、あれを倒すと一応全員倒したみたいな、ああ踏んでけみたいなね、
ぽよーん。よし、終わるか。バイバイ。